どうも、しげしげです。本日も無課金サブサブ赤コラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日も曜日闘技場に初見ゴルケイオスで挑戦していくんですけれども、今日は金曜日ということで、なんちゃらドラゴン枠はシェヘドラです。で、ボスにキーラの奇跡の画像もあったので、まあルーレット対策ちょっと必要になるんじゃないかっていう予想は立ちますけども、まあ今週ずっとねゴルケイオスで初見来てるので、なんとかゴルケイオスでご利用していきたいと思います。よろしくお願いします。さあバトル1。ああやっぱそうなるよね。リットたちね。で変換、ああ消せない。変換、ああこれ系ね。まあ、とりあえず4色は残ってるんで、この色で殴りましょう。さすがにガードウェイク発動しなくても、ゴルケイオスは火力で押せるところあるんで、ちょっと待って、パズルが悪い。パズルが悪いですね、今日は。5コンボしかできなかった。でも、1体抜いて、変換多いな。これはやっぱ、まあ、これはというか、このね、曜日闘技場シリーズ通して、まあやっぱ周回パっていうのはなんかこう固定変換の例えばサビマコだったり、あとね最近で言うとフラクシステムもね相性のいいリーダーとか結構出てきて使いやすくもなってますし、あとねニーズヘッグとか、まあその辺がやっぱ強いんじゃないかなって思いますけどね。はい、まあとりあえずスキルダメもできたということでバトル2。ああ、デバフ来るね。てか、毎ターンというか、毎回さ、これ系いない?この、2回だか3回だかでさ、デバフかけてくる、メタドラシリーズ。あ、待って、雷神使えばよかった。まあ、そのまま突き進んでしまいましたが、まあまあまあ、いいでしょう。ここも、消せない。消せない多いな。で、ルーレット来たね。で、暗闇はまだ大丈夫でしょ。やっぱルーレット来たのと、火の消せないが多いんで、まあニーズヘッグは現状なしかな。っていうとやっぱ、現状頭の中ではやっぱりサビマコ。すいませんね、究極攻略 TV がなんかサビマコ攻略 TV みたいになってますけども、やっぱり最適解というか、こうね、まずはお届けしたいし、僕もあれで行って回ってっていうのもあるんで、まあちょっと自己満足な部分もありますけど、まあ、ご容赦ください。はい、覚醒無効と毒性吸収なんですけど、これ威嚇させばどっちも解けるな。ルーレットも解けるし。ってことで、威嚇します。一発受けてから威嚇すればよかった。まあいいや。とりあえずルーレットを終わらせて、で最後一旦耐えてからので行こう。とりあえずね、セゴランも、まあ温存できるに越したことないんで、はい、これでルーレットとか戦法なくなりました。まあ属性吸収がもう一旦あるんで、一回ここは、まあ3色以上消して、様子を見ていく。まあ、副属性が全部闇なんで抜けることはないんですけども、ホーリーブレス。あ、優しいね。よし、これで属性吸収も終わってるんで、倒します。いや、昨日の話で言うとさ、昨日のボスがちょっと厄介で、ラジエルだったり、まあ、ガウェインとかがいたわけですよ。あれは初見の動画の中で、リュートだったからちょっと楽だったんですけど、そのガウェイン、ラジエルだったら、初見攻略失敗してんじゃないか説がねコメント欄でも言われてましたけど、その通りです。絶対ガウェイン・ラジエルだったらきつかったゴルケイオス。まあそこもね意気分ということでシゲドラの力ですよ。はい、平積みですが全色消してるんではなかろうか。で毒を邪魔の消せないがあるのかここで。なるほど、バトル6。ああ、下げられる。からの?ああ、コンボ吸収ね。8コンボしなきゃいけないと。なるほど。まあ、それこそこういうコンボ吸収の敵が出てきた時点でね、サビマコとかなんかこう、簡単にコンボ強化かけれるやつ。まあ、フラッグシステム、ペガサスとかでもいいです。
あと直近で言うとね、ティフォンか。どっちか分からなくなりましたが、まあその辺ですよね。4コンボ加算、3コンボ加算。で、エンジェル、7回エンジェルがデバフ、指。まあ指は関係ないんで、雷神でデバフ上書きしといてって感じでいいかな。行きましょう。パスを決めてゆけ。こんなんでウェイ入れれば間違いないでしょう。ナイスウェイの落ち込んで、オッケー。さあ順調ですよ、バトル8。ああ覚醒後、ああ取っといてよかった。フェゴランフラワーロック、ああ盤面ロックね。オッケー、問題なし。ここはもう初手使いましょう。オッケー、回復5個ある、天才だ。根性持ちなんでね、よかったです。行きましょう。そう、根性持ちだとしてもやっぱりさ、サビマコであればさ、縦変換できるんですよ。まあそれこそフラクも一緒ですけどね。縦変換はそれがいいよね。このまま追加攻撃できる。リーダーが固定追撃なくても大丈夫っていうところで。うわ、回復の消せないか。これは、バトル9でしょ。で、ボスでキーラ、あ、属性吸収無効。デモリッションガンは取っとくから、ここオールドロップスマイル打ってもいいかもな。まあ、無効貫通スキルでもある。取っとこうか。ディステルだな。ディステルで激減貼っとこう。もう回復消せないは消せないんだよ。どうしようこれ。次のターンでゴルケイオス使えるけど、じゃあ一旦闇消して、いや、でも、これ消せない無理じゃない。しんど、めっちゃ回復変換してくるわ、マジか。であればオールドロップスマイルいっちゃうしか。でも根性持ちだ。どちらにせよ3ターンであれば激減で受けれるでしょう。最悪だよこれ、盤面が機嫌で受けるでしょう。よし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 。で、ここで、回復パリンで行くのかどうか。オールドロップスマイルを打つのか。ボスのこと考えると、オールドロップスマイルは温存しておきたい気持ち。ボスが、キーラと、なんだっけ、ちょっとカンニングします。キーラ、ニーズヘッグ、ソーランドマニー。じゃあ、ワンパンで抜けるなら、オールドロップスマイルいっちゃおう。オッケー、回復5個、天才だ。これは助かった。よし、集中。よーい、ドン。これは助かったぞ。よいしょ。3、4、5、6、7。で、むしろこれで、例えばニーズヘッグで遅延を食らったとしても、もうワンパンしてしまえばいいので。オッケー、ニーズヘッグ。ワンパンしてしまえばいいので、根性ないもん。よし。よし、ワンパンしてしまえばいいので。何回同じことやる。光のウェイ入れようか。よーい、ドン。ワンパンしてしまえばいいので、これで光が落ちてる。よっ。ワンパンしてしまえばいいのでこれしか言わん。よいしょー、よし、シェヘドラ出なかったけどね。ありがとうございます。やるじゃないか。はい、ということで報酬はこんな感じでした。やっぱりエンジェリットデビリットのところの回復消せないだったり、消せないがね、まあ火が道中来てたりもしたしっていうところがちょっとまあパーティーによっては大変なのかなって思うので、軽い消せない回復だったり、まあ覚醒無効も来てたからそこのスキルの周りが早いやつとか入れてあげるとちょっと楽なんじゃないかなと思いました。ボスはやっぱりまあでもルーレット対策も必要かな。でルーレット対策しておくとシェヘドラ出てきてもちょっと安心かなっていうところもあるし、はい、そんな感じで何かの参考になれば幸いです。本日は以上です。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。ズームロック。